ちは、ココアです。今日は2021年1年間の中で買ったディオールの購入品紹介をやっていきたいと思います。はい、ということでディオールの購入品紹介は買った時にやっているんですけど、今回は2021年1年間で買った全てを一気に皆さんにお見せしていきたいと思います。で、結構いろんなものがあるので、バッグだったり洋服だったり全て紹介していくので、パパパッという感じにはなってしまうんですけど、ぜひ最後までご覧ください。そして気になったものがあったっていう方は購入品紹介の方で詳しく見てみてください。で、多分もう投稿されている頃には2022年になっているかなと思うんですけど、今回は1年間の中で購入したものをまとめて紹介していきます。どれもすごく可愛くてお気に入りのものになっているので、ぜひ最後まで見ていてください。ということで、この動画が気になったという方で、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録、隣にあるベルマークの方をタップして通知オンにしてから見ていてください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。ではスタート。はい、ということでやっていきます。もう結構前からディオールは好きでよく買っているんですけど、2021年もいろいろお買い物してバッグだったりいろいろあるということで、そちらを紹介していきます。で、2021年は春ぐらいからすごく淡い系の色とかパステルカラーとか薄いピンクだったりグレーだったりとかっていう本当に薄い色が好きで、ディオールも結構そういった色合いのものが多く売っていて、そういうものを中心に買っています。なので色は白だったりピンクだったりっていうものを買ったんですけど、ということでまず1個目から紹介していきます。まず1個目はじゃーん、春くらいに購入したこちらのブックトートです。これはスモールサイズっていうサイズで、一番大きいサイズより一回り小さいサイズの、よく持っている方が多いんじゃないかなっていうサイズ感になっていて、中間のブックトートのサイズになってて、ちなみにこの柄は春夏のアイテムとして売られていたものなので、今はもう買うことができないんですけど、そう、今はもうすごく可愛い柄とか色とかが出ていて気になっているんですけど、こちらのブックトートです。で、こういう風にクリスチャンディオールって入っていて、ブックトートを集めているんですけど、すごくお気に入りで、もうこれは即買ったっていう感じで、このピンクの色合いとか、こういうすごく今年ハマっていた淡い系の色で、パステルっぽい感じのピンクで、ボーダーで、ここら辺隠すと、ディオールっていうロゴがないので、そんなオブリークとかでもないからディオール感はないんですけど、すごく可愛くてお気に入りのものになってます。で、こんな感じで私はラッピングリボンをこの持ち手のところに巻いて、今使っているっていう感じで、中は普通のブックトートで、ポケットとかはなくて、で、後ろはこういう感じです。ピンクと白のボーダーになっていて、ここに名前を入れることもできるんですけど、私は名前を入れてもらっていないっていう感じで、そのまま買ってきたものになっています。で、マチはこれぐらい、これは旅行用とかに使っていて、キャリーの上に乗せたりとかっていう使い方をしているので、これ単体で使ったりっていうことはなかったんじゃないかなと思うんですけど、すごく可愛いし長く使えそうなので、お気に入りだし買ってよかったなって思っているものです。すごく物が入って、旅行に行く時とか一泊分の荷物とかは入れることができるんですけど、このバッグ自体が結構重たいので、やっぱりブックトート布なのでそんなに大きいバッグを持つことがないので、ちょっと重たく感じるので、キャリーの上とかにサブバッグとして旅行に行く時に使っています。めちゃくちゃ可愛い。私の服装とかにもすごく合うのでお気に入りです。ブックトートって大人っぽい感じかなと思っていたんですけど、この柄はそんなことはなくて、めちゃくちゃ可愛いらしい感じなので本当にお気に入り。色もこの見た感じの色でめっちゃ可愛いです。で、ちなみにこれは色違いでネイビーとかもあったかなと思います。今もね、薄いピンクとかグレーとか売っていて気になっているんですけど、またそれも買ったら購入品紹介で紹介します。ということで、まず1点目、こちらのブックトートでした。では次、そしたら次もバッグなんですけど、続いてじゃーん、はい、こちらはこの巾着を見たらもう何かわかるかなと思うんですけど、この巾着はリリーディオールを買ったら入れていただける巾着で、この中には今年リリーディオールを2つ買ったんですけど、もうずっとリリーディオールが欲しくて同じ時期ぐらいに買ったもので、まず1個目がじゃーん、はい、こういう感じの
ちょっと変わったデザインの一人柄のレディ・ディオールです。レディ・ディオールもブックトートもすごく好きだし、このレディ・ディオールはもうずっと欲しくてやっと買ってもらえたものになっています。まず一つ目は誕生日で買ってもらったんですけど、これはあるお祝いとして買ってもらったものになっています。こういう感じで、ここが千鳥柄でレザーになっていて、マイクロサイズのめちゃくちゃ小さいレディ・ディオールで、レディ・ディオールはいろんなサイズ感があるんですけど、その中でも一番小さい、携帯とかも入らないぐらいのサイズ感で、今年からこういうマイクロサイズのサイズ感のレディ・ディオールも出たっていう感じだったんですけど、私にはすごくぴったりなサイズ感になっていて、こういう風にここがめちゃくちゃレディ・ディオールらしいジャラジャラした感じのチャームで、ここにディオールのロゴが入っていて、で中はこういう感じで、中は本当に荷物は入らないんですけど、こんな感じです。バッグの中身紹介とかでも紹介しているので、よかったら見てみてください。はい、こんな感じで、ピンクですごくお気に入りで、これは結構秋とかに使っていたかなっていう感じです。あんまりそんなにたくさん使うっていうわけではないんですけど、やっぱり高いので大切に使っているバッグになっていて、こう持つこともできるんですけど、私はショルダーにして持っているバッグです。こういう感じの千鳥柄のバッグで、金具はゴールドになっています。はい、まず1個目。そしてもう一つのレディ・ディオールが、じゃーん、こちらです。はい、これはちょっと素材が同じ革ではあるんですけど、加工の方法とかが違う感じのものになっていて、これもめちゃくちゃお気に入り。これを一番初めに買ってもらったものなんですけど、こういう風に今はもう売っていないんですけど、ディオールのロゴもレザーにくるまれている感じが、ちょっと変わっている感じのレディ・ディオールで、色味を比べてみるとこういう感じ、どちらも淡い系なんですけど、こっちの方が結構薄いベビーピンクみたいな感じの色で、こっちの方が柄が入ってないので合わせやすいかなと思います。レディ・ディオールは本当に持っておくと使えるのでいいと思います。こっちの方はこの金具の部分とかがシルバーになっていて、中の感じは全く同じ感じです。めちゃくちゃ可愛いんです。もう持ってるだけで気分が上がるっていうか、こういう感じのレディ・ディオールになっています。なんかレディ・ディオールも集めたいなって思っているんですけど、今欲しい色とかがなくてっていう感じで、はい、今持ってる2個、こちら2021年に購入したものになっています。どっちも同じサイズで、なんかたくさん持っておくと、こう一つで持っておくより2つとかもっと多く持っていた方が、見た目も置いておくだけでも可愛いかなって思っています。はい、ということで2個目のレディ・ディオール、そして3点目のディオールで買ったもの、これが誕生日プレゼントで、もうずっとずっと欲しかったレディ・ディオールを買ってもらったものになっています。お値段は40万ちょっとぐらいとかでした。ということで次、はい、そしたら次4点目はお洋服を紹介していくんですけど、まず1点目、じゃじゃーん、はい、と見えないと思うんですけど、これはスカートになっています。ロングスカートなんですけど、こういうディオールらしいロングスカートになっていて、ディオールって結構毎年ロングスカートが売られていて、いろんな柄とかで出ていると思うんですけど、これは、まあ、そんなディオール感はないんですけど、ロゴとかも入ってなくて、こういう白地に青いタイダイ柄みたいな感じのスカートで、チュールのスカートになってます。こういうすごくふわっとする感じのチュールのロングスカート、足首くらいまでくる感じのロングスカートになっていて、ディオールらしい感じかなと思います。すごく大人っぽい感じのロングスカートで、これは春夏のアイテムになっています。このロングスカートは私はすごく似合わないんですけど、買ってみた感じになっていて、ロングスカートのピンクのものとかもあって、それも可愛いなって思ったんですけど、それは買っていないんですけど、こんな感じの春くらいに買ったロングスカートです。はい、毎年すごくディオールではロングスカートが売られているので、いろんな柄から選べるかなと思います。こういう感じのすごく夏らしいロングスカートです。では次、
はい、そしたら続いて5点目なんですけど、5点目はもうめちゃくちゃお気に入りでずっとずっと欲しくて買ったものになっています。ということで続いて5点目がじゃーん、はい、こういう感じのサロペットです。このサロペットをディオールでずっと欲しくて、毎年この形が出ているんですけど、サイズとかがなくて買えなかったんですけど、この可愛いサロペットがちょうど行った時に売っていたので買ったものになっています。ディオール感そんなないんですけど、この肩の部分がディオールのロゴがたくさん入っている感じで、同じ柄がこのポケットにも入っています。こういう風にディオールのよく見ると柄が入っていて、デニムのサロペットなんですけど、すごくミニのサロペットで、サロペットがすごく好きだし、ディオールのサロペットが可愛くてずっと欲しかったんですけど、この柄が可愛かったので買ってきました。こういう感じで後ろはシンプルで、デニムのサロペットだからカジュアルな感じにも着れるんですけど、ガーリーな感じにも着られて、めちゃくちゃお気に入りで、本当に夏よく着ていました。Vlog とかでも結構着ていたかなと思うんですけど、この中に白い T シャツとか合わせて着るんですけど、また夏になったら着たいなって思っています。そんなにディオールって感じはしないと思うんですけど、形が可愛くて本当にお気に入りです。結構厚手のデニムになってて、毎年このサロペットが売られているので、またディオールで可愛いのがあったら買いたいなって思っています。毎年同じ形なんですけど、本当に可愛いのでお気に入りです。はい、ということで5点目でした。では次、はい、ちょっと駆け足で紹介していっているんですけど、詳しく気になった方は購入品紹介で見てみてください。実際に着ている様子とかは今回お見せしないんですけど、そちらの方で着ている感じとかもお見せしているので、ぜひぜひご覧ください。ということで続いて6点目、6点目はこれもすっごくお気に入りなんですけど、じゃーん、はい、こういう感じの半袖の T シャツです。遠くから見るとただの白に見えるかと思うんですけど、よく見るとディオールの柄になっていて、総柄の白地に総柄のディオールの柄が入っている大きめの T シャツです。これはメンズ用のもので、メンズコーナーに行って可愛いって思ったので買ったものなんですけど、タオル生地になっていて、水着の上から着るのとかにもいいなって思って買ったのと、とメンズなのですごく大きめに着られて、下にショートパンツ合わせてワンピースっぽく1枚で着ているのがお気に入りのものになっています。これもね、すごく夏によく着ていた。でも白だからそんなに着れる時期とかは少ないんですけど、真夏とか沖縄に行った時とかに着ていたものになっています。すごく大きめのこういう T シャツです。後ろも総柄で、よく見るとディオールっていうのがわかるかなと思います。すごく触り心地とかもいいし、白だから T シャツなんだけどガーリーな感じに合わせることができるので、メンズなんですけど全然私が着てもいいかなって思います。はい、これはね、夏に1枚で着るとめちゃくちゃ可愛いです。また夏になったら着たいなって思っています。でラフな感じでも着れるので本当にお気に入りです。メンズの方が意外とディオールは可愛いものを売っていたりするので、結構カジュアルな感じの方が私は好きなので、メンズを見たりもしているんですけど、これはメンズの T シャツになっています。はい、ってことで6点目こんな感じでした。すごく大きめでお尻が隠れるぐらいのサイズ感になっています。で確か M サイズぐらいを買ったかなと思います。では次、はい、そしたら続いては色違いで気に入ったので買ったものになっています。なので2色あるんですけど、まずこちらじゃーん、はい、ディオールのロゴが入っているパーカーです。これはジャストサイズで着る感じのものになっていて、結構濃いめのピンクになっているんですけど、この部分にディオールっていう大文字でロゴが入っていて、なんかこういう柄が入っているロゴのパーカーになっています。
これは普通にスカートとか下合わせて着たりとか、夏にちょっと寒くなった時とかに上から羽織るっていう感じとかでも着ていたかなっていう感じのパーカーで、裏肝になっています。でこれも春夏のものだったと思うんですけど、薄めの裏肝になっていて結構着るとあったかい感じで、こういう感じのすごくジャストサイズで着るパーカーになってます。色はすごく派手でこういう感じです。はい。でそして色違いで白も買いました。白はこんな感じです。じゃん。白も同じくここにロゴがあって、まあ色違い本当に全く同じデザインの色違いっていう感じなんですけど、これは結構お気に入りで着ていて、オールホワイトコーデとかすごくこういう白がすごく今年の冬ぐらいから好きで、このパーカーに下もシルバーとか上にアウターも白とかを着たりとかっていう感じのコーデをしていて、すごくたくさん着ていたパーカーになっています。でこれも裏肝ですごく暖かくて、白なので春とかにも着られるかなって思います。で後ろはこんな感じです。サイズがちょっと違くて、ちょっとこっちのピンクの方がちっちゃいサイズ感になっているんですけど、どちらもお気に入りのものになっています。はい。ということでこれは夏ぐらいに買ったんですけど、今7点目ぐらいかな、7点目はこんな感じでした。では次、はい、こんな感じで結構気に入ったものは2色買いとかデザイン違いとかで買ったりしているんですけど、続いてはセットで買ったものになっています。コーディネートをして買ったものになっていて、上下でスカートと T シャツを合わせて買ったものです。まず下がこんな感じです。別々に売っていたんですけど、こういうなんかチアリーダーみたいな感じのスカートがすごく可愛くて、上に合わせる T シャツも可愛くてセットで買って、これはセットでしか着ないお洋服になっているんですけど、ここにクリスチャンディオールっていう CD っていうロゴがあって、これは秋冬物として売られていたものになっています。私の中ではすごく珍しいネイビーを買ったんですけど、すごく形が可愛かったので色がちょっと地味だったんですけど、これを買ってみました。すごくね可愛くて、こう結構フレアな感じのミニスカートと、上に合わせるのがこちらなんですけど、 T シャツで同じデザインのもので、同じシリーズのものになっているんですけど、これはメンズとかでも同じものが出ていて、こういう感じの T シャツです。めっちゃ可愛い。これはね半袖なんですけど、秋に着ようって思って買ったもので、秋に1回ぐらいかな、2回ぐらいとか着たものになっています。ここにディオールっていうロゴがあって、これを着てスカートをインして着ると本当に可愛くて、色は地味なんですけどすごく目立てるかなって思います。こういう上下で着るとさらにチアリーダー感がある感じで、なんかユニフォームみたいな感じに見えると思うんですけど、めっちゃ可愛いです。こういうの私好きなので買ってみたもので、こういう風に袖の部分にもロゴが入っている感じ。後ろはシンプルな感じです。白にネイビーの T シャツとスカートを買いました。上の T シャツは結構薄めの素材で、これはちなみにパーカーも売っていたしパンツとかもあったんですけど、パーカーと悩んでこの T シャツにしてみました。なのでパーカーだったら秋とか冬とかでも着れたかなっていう感じなんですけど、 T シャツを買っちゃったので本当に夏の終わりぐらいからしか着れないものになっているので、あんまり着てなかったかなっていう感じなんですけど、本当にお気に入りなのでまた着たいなと思っています。はい。ということでこんな感じでした。このデザインはめちゃくちゃ可愛いので、また機会があれば買いたいなと思っています。はい。ということで次、はい、そしたら次は割と最近購入したものを紹介していきます。これはまだ一度も着られていないんですけど、続いてはじゃーん。はい、これも結構シンプルなディオールのロゴが入っているニットベストになってます。ニットベスト結構流行っていたかなと思うんですけど、すごく
気になっていてディオールで買ってみました。でこれは下にフリンジがついていて、なんかマフラーみたいな感じで、ニットなのでめちゃくちゃ生地が柔らかくて素材がいい感じになっていて、これは合わせる用の服をまだ買っていないので一度も着られていないんですけど、中にシャツ着て下プリーツスカートかショートパンツで合わせたいなと思って買ってみたんですけど、またちょっとその合わせる用のものを買ったらこれも着たいなって思っています。すごく可愛い黒のすごくシンプルなニットベスト、こういう感じです。ニットベストはすごく流行っていたので着ている方も多かったんですけど、このディオールで可愛いのがあったので買ってみました。結構トレンドな感じかなと思います。でベストなんですけど、ニットなので暖かく着られるんじゃないかと思っています。本当にこれはね、家で試着したぐらいなので全然着てないやつです。はい。で丈は結構短めに着るのですごくスタイルはよく着れるんじゃないかと思います。こういうトレンドのものとか黒とかって私の中では買うのはすごく珍しいのですごく迷って買ったんですけど、デザインは黒と白ですごくシンプルな感じになっています。はい、ということでこんな感じでした。では次、はい、そしたら続いては結構2021年の初めの方に買ったものになるんですけど、これもセットアップで買ったものになっていて本当によく着ていたんですけど、まず上こんな感じです。はい、こういう上と下はショートパンツでこんな感じの全く同じデザインのバラ売りではあったんですけど、セットで着たら可愛いなと思って買いました。夏にめちゃくちゃよく着てて、これもオールホワイトコーデができるので可愛くてお気に入りです。こういう結構短めのショートパンツで、ここに筆記体でディオールっていうロゴが入っていて、でこういう素材がレースみたいな感じの素材でお花柄になっています。でディオールのロゴとかがそんなに目立たない感じでなので、本当にパッと見でもよく見てもディオールっていうのはわからない感じかなと思います。でこういう下に上がこういう感じのトップスになっていて、これ1枚で着るっていうより私は中に T シャツを着てよく着ていました。であと帽子をかぶってっていうコーディネートしていたものになっています。全く同じデザインの上下セットっていう感じです。はい、ということでこんな感じのセットアップ上下でした。はい、ということでこんな感じでパパパという感じで紹介していったんですけど、2021年の1年間の中でディオールで買った購入品紹介は以上です。はい、ということで今回は1年間の中でディオールで購入したものすべてをまとめて紹介しました。全部紹介するっていう感じだったので本当にパパパっていう感じで一つの紹介の時間が短かったかなと思うんですけど、こんな感じで全部紹介してみました。また2022年もディオールでお買い物すると思うので、また購入品紹介の方も楽しみにしていてください。多分これで全部かなっていう感じなんですけど、もしかしたら紹介しきれていないものとか忘れているものとかもあるかもしれないんですけど、ぜひね購入品紹介まだ見ていなかったっていうものとかがあればそちらを見てみてください。ということでこの動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などを投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方、そして隣にあるベルマークの方をタップして通知オンの方よろしくお願いします。グッドボタンの方もよろしくお願いします。今回紹介したものは全て本当にお気に入りのものになっています。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。